回書きましょう。2、3、4、うん。4小節ずつなので、はい、ここから 1,2,3,4 ですね、はい、でこの中で下れが間に合わないところがこのレのシャープですよね、はい、これが間に合えば次ちゃんと揃うはずなんですよ、はい、じゃあどうすればいいか、はい、このソのあドの3の時にこれに置いといてください、はい、そうですそうですそうです。またこれを右手に邪魔をしない美なのでこれにもう先に用意しちゃうと、はい、もうレミに行きますように、はい、うん、なのでこのソの時にもう置いときます、はい、ラシレドシラシと、はい、うん、それをちょっと4小節の中でちょっと準備する練習をいきます、はい、もう一回いきます。 2,3,4 うん、そうです、うん、もう一回いきます。 2,3,4 うん、いいですよ、遅れてずれるよりかはいいですもし引っちゃっても全然おかしくないので置いといていいですよもう一回いきます、はい、2,3,4 うん、行きました、はい、そうですそうです。じゃあ今度は、はい、ミファラソファミソラファミファラソファミまでですね、はい、さあここの下手ですね、ラーラーシャープラーラーシ、うん、ね、そこは右手が難しいんですよね、ここね、ここが難しいんです、うん、でそこはまずちょっと練習としてはこういう感じ、ちょっと裏のこの8番音を弾かないで一緒に弾く音だけをちょっと拍に合わせて、ちょっと一回いきますね、ここからいきます。そうです、うん、でそこを今度左手と合わせてみましょうか。